今ですね、サイコのストカの 2.1.1 っていう、ちょっとだけバグ修正とかがあったバージョンをね、軽く遊んでたんですけどなんかハマっちゃった多分やり方としては取れたと思うんですけど、ここに隠れてあの QEQE っていうボタンが出て、なんか突き飛ばした、俺が逆に突き飛ばしたらここにはまっちゃった。でさっきから投げようとしてんだけどこれいけんじゃないか。来ないんだったらもうこれ楽勝だよ。動かない。え、これいけるよ。あ、一旦こうやっといて、さあどうなる。電力室はもらったけど、いるね。あれ？いるけど。あれどうしたの、なんか。もしもし。あ、抜け出せたんだ。へえ。見てるけど、その腰にあるやつ欲しいな。どうしたの。あ、くれた。見てる。あれ諦めた。諦めたんだ。え、でもさ、どうやって出たんだろう。どうして何もしてこない。出れたんでしょ。挟まってんだったらまだなんとなくわかるんだけど来てる。 OK、 C1 と7ね。なんか足音聞こえるような気がする。ただ声は聞こえないね。76、この下だよ。あ、いる。怖いんだけど、ちょっとずつ動くの何なの。俺がいない時に動いてる。76763ね。7563、7563、7563、出口行けちゃったよ。見えに来て開けちゃうんだけど。じゃあね、バイバイ。さらば。ああ、いけちゃったよ。よし、やっていきましょう。最古のストカ。ということで、本当は実況を撮るつもりはなかったんだけど、試しに遊んでみたら、ちょっと面白いプレイができたんで、今回はプチ検証として、このアルファ 2.1.1、多分バグ修正とかのアップデートがあったみたいなんで、このサイコのストカをやっていきたいと思います。今回はプチ検証。声優さん、ちびトトロ。ス
トカの声優さんはチビトトロさんです。一気に親近感湧いたんだけど。謎の親近感が。プレイで、ほらちゃんと治った。ヤン切れとかになってる。とりあえずね、今回またこれでやっていきたいと思います。プレイで、さっきやってて気づいたんだけど、行きますよ。ほらほら、この文字が増えてる。いろいろちゃんと日本語対応に戻ってる。で、これ前回なかったけど、これあれなのかな、なんかあの支援した人ってか、あの要はイースターエッグみたいな感じなのかな。で、ちょっといろいろやろう。まずはここで、ちょっと押す。あ、でほら、突き飛ばすになってるでしょ。前プッシュだったのに、いろいろ日本語のあれになってるって。彼は台所に何してるの。で、これ欲しい。誤解することになるよ。で、確かすぐ逃げると。で、来てるでしょ。来てて、ここ。ここでわざと見つかります。もしもし、見てるね。で、この QE ってなるとほら、ちょっとほら、突き飛ばすでしょ。なんで、これを利用して、ほらほらほら。もう一回もう一回もう一回。もっともっともっと。もう一回。で、もう一回。ダメか。もう一回もう一回もう一回。あ、死んじゃった。あれ、今なんかさ、今さ、ちょっとさ、浮かんでなかった。なんかこれいけそうだな。これいろいろやろう。立ってればバレるはず。もうバレてんだよな。いきますよ。で、ほら、突き飛ばせるんだよ。ただ、ここで、こう。いきますよ。あー、分かってきたかも。あ、ダメ？何してるの？何してるの？もっと奥でできないかな？奥で。で、これバレてるから。中に押し込む。こっち。あー、吹っ飛ばない。この奥に入んないかな？この奥に入る。あー、ダメか。ここね。あ、意外と連打でいけば。ダメか。ここだったら、ここ。あー、切るしかないんだ。一旦、あれなんだ。よっしゃ、押す。次。速攻 E ボタン。ああ、入ってく入ってく。いきますよ。もっと押す。もっと押す。もう一回いけんじゃねえか。ダメ的に。あ、ごめん。階段すり抜けた。これ何か使えるぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。面白くなってきたぞ。すり抜けるから、階段じゃなくて、隣のクラスに行くな。
分教室に入ったね。中に入ってますね。開かないのに。あれ？あれ？出れない？出れないんすか？出れないんすか？いや、来るでしょ。さすがに開けてこれるでしょ。D3 ぐらいは。いくら鍵付きだろうが。あ、でも中に閉じ込めた。いけたね。でもさっきはさ、開けてきたよね。じゃあちょっと。あーでもダメだ。鍵も何もない。いや、あるか。A2。ここが開かなかったら、あーもうダメなんだよ。無理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 。あ、ほら、出た。死んじゃう死んじゃう。死にます。え、なになになに？あれ？どうしたの？さあ次ヤンギレちゃんやってみようか。あったね。工場室。オッケー。ここヤンデレちゃんで押し出してもらったからどうにかして押し出してもらえないか。ここ。ここで押し出してくれ。見てる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 ね。いや来て。おいで。遊ぼうぜ。こっちは。やめて。あー、ただ切られるだけか。投げナイフをさ、投げた後さ、12秒間足が遅くなるんだけど、その時にね、飛びかかってくるんだよね。それでなんとかなんないか。惜しい。今あんな感じ、今の感じ、あれで、あの場所、今みたいに飛んできたら OK。 投げナイフだな。いやむずいぞ。でこのまま、あ、来た。これ完璧。来たでしょ。来た。やりました。来た。今のは完璧すぎた。やりましたよ。すごい。ちょっと怖い。あ、見てる見てる見てる。じゃあ帰ります。バイバイ。すげえぞ。来たぞ。初めて。あー、こっち来て。こっちで帰りたい。あ、ここにいない。あ、いる。見てる。すげえプルプルいって。あー、開ける？開ける？ダメだよねー。あ、見てる見てる見てる。あ、光ってる光ってる。こっちに来ないかな。こういうとこ。見つけた？ここらへんに、あ、いるいる、来てる来てる。完全に見られてる。これさすがに当たるんじゃないか。あれ、どこ行った俺のヤンデレちゃん。や、ヤンギレちゃん、もしもし。いやー、逆にちょっと切られてみたい。手だけ、手だけすごいっすね。ワニガール。ここ。おお。殺してくるぞ。壁越しでも、やってくるぞ。こやつは。逆に倒してくれ。その方が面白いから。動画的に面白いから。こっち来てくれ。こっちこっち。
でも当たるっての分かったね。あ、一旦俺を死にしないとダメか。あ、ほら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 。やべえ。やべえ。あー、今見失ってる。ほらほらほら。見つけた？見つけた？ほらほらほら。あ、あと1回で死んじゃうかも。あった！壁越しで倒される主人公。何その窓から覗いてる感じ。いきますよ。ただダメージやばいんじゃないか。あ、これはバレる。あー、いきますよ。あ、違う。え、え、え、危ねえ。どこ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 。今の何？今の何？今ちょっとちょっと待って、ちょっと待って、早すぎる。ダメージがやべえ。これバレる。で、こんな感じ。あ、いける、いける、いけるぞ。これいける、いける、いける、いける。ただダメージやばいから3回ぐらいしかいけない。2回が限度か。きっついな、これ。もっと成功したか、これ。音楽が鳴り止まないっていうことは開けてくる可能性あるけど。やったやりました。見てる、見てますね。そしたら悠々と今のうちに、あ、その前に、うん、回復させよう。走れないからね。あったー、ラッキー。よし、あった。 A2、 ヤンギルちゃんがいるところは最後にしよう。 OK。 で、ここで見つかった状態で撃つとバット。8672、来るか。ここにいた。はい、何ですか。私はあなたがいつもでキャタキャタこと言ってます。したがって、あれ、私はあなたを手放すことにしました。やめて、投げないで。どこにいた。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。では。